ゼロサム20周年。悪の花道を追いましょう。これまでのあらすじ。結婚式の最中、前世の記憶が蘇ったセレスティーヌ。この世界が前世でプレイした乙女ゲームの世界で、自分がヒロインをいじめ抜いた結果、ハゲデブ親父である宰相に嫁がされる悪役令嬢だということを思い出す。しかし前世で枯れ線だったセレスティーヌは一目で宰相に惹かれてしまい、自らの愛を伝えるべく宰相に尽くしゆくのであった。やがて宰相もセレスティーヌへの恋心を自覚し、お互いの心を確かめ合った二人は悪の花道を歩む。俺の父は冷酷無比で、女にだらしなく、見た目も醜い男だった。父のようになりたくないと、見た目も性格も全く違う人間になるべく努力をしたが、ある日、元婚約者の一言が痛烈に俺を刺した。呪われた血だもの。それが思わぬ事件の発端になったのだった。マルク、一大事よ。旦那様が浮気をしているようなのです。は？父が浮気？ありえないだろう。彼女の名はセレスティーヌ。父の再婚相手で俺の義母にあたる人だ。彼女は公爵令嬢で、もともとこの国の第一王子の婚約者だったが、王子の策略により年の離れた父と結婚させられた。父は宰相としての腕はいいが、見た目は悪いし女好き、加えて黒い噂は常に絶えない。そんな奴との結婚だ、死ぬほど辛いに違いない。そう思い最初は距離を置いていたのだが、だってあの旦那様ですのよ。少し太めですが、涼しげな頭はキュートでダンディ、誰よりもお優しく貫禄たっぷりで、魅力しか詰まってないパーフェクトな男性。そんな旦那様を他の女が放っておくはずはない。いつかこんな日が来ると思ってましたわ。正気か。父は彼女にとって理想そのものだったらしい。大好きですわ。さらに驚くのは、父にとっても彼女は特別な存在のようで。お野菜食べてね。あの父が人の言うことを聞いている。彼女と出会って少しは変わったと思っていたが、そう思うに至る根拠があるのか。人はそう簡単に変わらないということか。先日の夜会で浮気相手と思われる人に言われたの。私の大切なあの方を返してください。私の大切なあの方を返してくださいと。何が許せないって、その方の鼻のなさです。あんなの反則です。あんなに地味では、一緒にいて空気のように落ち着くではないですか。私はよく言えば華々しく、悪く言えば派手派手しいのです。これでは旦那様に癒しを与えられないわ。驚いたな。普段の彼女は自信に満ち溢れ、誰にも屈しない凛とした美しさがある人だ。それなのにこんなことで肩を震わすのか。行こう、セレスティーヌ、父のところへ。え？行って真相を問い詰めよう。もし本当に浮気なら、俺が責任を持って父に鉄槌を下す。それに母に心配事があっては、お腹の子にも触るだろう。ええ、そうね、マルク。こんな弱気な姿勢は私らしくなかったわ。この子のためにもしっかりしなくちゃね。お？ここに父がいるのか。そう見張りから聞いています。ガルル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 。まったく、妻が妊娠中に浮気相手の家に行くなんて。ここは宰
将様、お茶のおかわりはいかがですか？うむ、いただこう。失礼いたしますわ。突然の訪問、申し訳ございません。マルク様！セレスティーヌ様。少し主人に用事がありまして、失礼を承知で伺いましたの。お邪魔だったかしら。いえ。おい、落ち着け。目的は真相を確かめることだろう。最初から敵意むき出しでどうする。そうね、やるべきは旦那様ですものね。だから一旦敵意をしまえと。セレスヤ、どうしたんだい、私に用事とは。ずいぶんのんきなのね、旦那様。私はとても怒っているのですよ。怒っ、先日買ったサファイアが小さかったか。違います。じゃまさか仕事先で出された高カロリー料理を食べたのがバレて。それは初耳です。それについては後日ゆっくり伺います。私は旦那様の浮気現場に怒鳴り込みに来たのですよ。なん？あー、かわいいセレスや、焼き餅を焼いてくれたのかい。でもそれは誤解なんだよ。本当に？当たり前ではないですか。突然訪ねてきたかと思えば最小様とだなんて、あまりにも失礼ではありませんか。では誰のことです？先日私に言い放った私の大切な人というのは。マルク様よ。マルク様は私の婚約者なんだから。そうなの、マルク。まあ元婚約者だが、そもそもあなたはなぜこちらに。お前との婚姻の話を改めてまとめようと思ってな。いい年をした男が嫁どころか婚約者もいないのではみっともないだろう。ああ、なるほど。それについてはまた後日ゆっくり。なぜですの、マルク様。以前はあなたもこの縁談に乗り気だと伺いましたのに。やはりあの噂は真実なのですね。噂？ああ、お腹の子がマルクの子だというバカバカしい噂だ。まあ、何ですのそれ。私が今世でこの身を捧げたのは旦那様だけだというのに。セレス、ドキあれでは誤解は解けませんか。でしたらなぜ。呪われた血。以前目元を仮面で隠す特殊な夜会にご友人と遊びに行かれましたよね。私も友人に無理やり連れられてそこにいたんですよ。そして偶然あなたが談笑しているのを聞いてしまったんだ。ん？お相手があのマルク様だなんて羨ましいわ。そんなことないわよ。確かに彼って素敵だけど呪われた血だもの。呪われた血？頭のことよ。彼のお家は代々薄毛らしいの。もう笑わせないでよ。でもあの最小様のご子息だし、いずれね。やだ。あれは違うのです。呪いの血なんてただのジョークです。それにもしそのような未来が来ても私はあなたを愛し続けますし。ちょっとあなた。さっきから聞いていればハゲハゲと軽々しく。セレスティーン。いい？旦那様は王子型、そしてマルクは M 字型。彼らは全く違うタイプのハゲです。それを並べて呪いの血などと分かったような口を。侮辱もいいところだわ。それにハゲは譲歩するものではなく素敵なオプションなのですよ。
なんだそれは。オプションってさあ帰りますわよ。マルク、帰って気配薬の研究をするのです。ん、なぜハゲは素敵なオプションじゃなかったのか。それは私の考えです。でもあなたは違うのでしょ。シルスや、その薬は死にも。旦那様は猛痕が死んでるから、もはやマルクレも無意味ですわ。その後改めて彼女との婚姻は解消となり、騒ぎを起こした謝罪をもってこの騒動は幕を閉じた。まったく、俺とセレスティーノの噂は物語にまでなっていたのか。暇な奴がいたもんだ。だが、あえて噂をそのままにしておくのも悪くない。年の離れた父は彼女を残して先に行く、そうなってから彼女と子を守れるのは俺だけだ。噂を真実としてしまうのも面白いじゃないか。いずれにせよまだ先の話だがな。マルク、朗報です。気配薬が完成しました。名付けて毛が生えるです。おー、本当に作ったのか。ええ、しっかり量産できるように作ったから貴族の方々への流通を考えているわ。はい。それでこそ君だな。売り方も少し工夫をしようと思うのよ。工夫？知り合いから知り合いへ販売していって、売った側はマージンを受け取れるようにするの。寝ているだけでお金が転がり込みますなんて言えばどんどん売れると思わない？それって。私ね、欲しいドレスがあるのよ。そう笑う彼女は花のように美しく、目が離せなかった。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら、グッドボタン、コメントもよろしく頼む。